リオ・ディオニシオ・ブリト。昨日は痛い一発を平塚に浴びて、その今日の登板の先頭バッターというのは、加計さん、まずこの平塚です。そうですね、昨日今日と連続ホームランを放っている平塚。今シーズンはこのシャーロット 3A で6試合投げて1勝4セーブをマークして、そして途中からこのジャイアンツのユニフォームを着ることになりました。変化球待ちでストレートをファウルにするという形でいいんじゃないでしょうかね。ただ本当に綺麗に決まった時のフォークの落差というのはすごいですね。大きいですね。追い込んで高めまた打った、平塚左中間だ、しかし今一つ伸びがない、出口足が止まった。ちょっとストライクゾーンを上げていけと、バッターに指示が出てます。そうですか、ウィンドブレーカーしてますが、堀内ピッチングコーチと話をしてるんですね。そうですね、シーズンですからいろいろ感じることは多いと思うんですけども、この中でいかにごまかすという言葉、ちょっと確かに木山にとってもずっとレギュラーでこうやったら1ヶ月半ぐらい、ゲームをやるというのはこれまでなかったことですからね。ですね、しかもクリーンナップですね、ですからそういう時に一つのフォアボールを選ぶということも非常に長いシーズンを通したら大きなフォアボールになると思いますし、その辺で一つ一つ勉強しながら成長していってほしい。そう思いますね。あっと追い込まれてのフォーク、まあ別にメジャーで測ったわけじゃないんですけども、やはり 40、50センチあるかもしれませんね。